特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまの独り言。俳優、高橋文哉さんの魅力を語ろう。どうも、ゆうちゃまです。高橋文哉さんといえば、仮面ライダーゼロワン、もう令和ライダー初の仮面ライダーゼロワンから見てるわけなんで、もうたくさんのテレビドラマとかね、映画とか、たくさん出演されてて、もうすごく嬉しい気持ちでいっぱいです。びっくりするぐらい出られてますよね、話題作に。最近だとあのバラエティ番組のぐるぐる99ぐるないのレギュラーになったりとかね、びっくりしましたよ。おお、高橋さんだ。高橋さんの演技ってこう叫びの演技とか怪演が似合うと思うんですよね。先生を消す方程式でも出演されてて、やっぱりこうなんか結構ぶっ飛んだキャラクターだったんですけど、賢くて結構頭のネジ飛んじゃってるよみたいな、まあ叫びの演技似合いますね。もうゼロワンの時も感じたんですけど、やっぱりこう演技が迫真で惹かれるものがありました。こうああいう風に場の雰囲気を声色とか表情とか声量で持っていける部分は強みですよね、舞台とかテレビ映えする役者さんですよね。最近だとフェルマーの料理でも感じましたかね、数学命だった男の子が料理人に成長していく姿。高橋文哉さんはですね、もっと幅広い役柄でいろんな役に挑戦していただけると嬉しいですね、これから、年を重ねて深い役どころ、お父さんとか先生とか、そんな役も個人的に見てみたいです。今後に目を離せない素敵な役者さん、高橋文哉さんでした。皆さんは何の役が好きですか？僕はテニスの教室の役とか好きかもしれないですね。生徒役。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。